チャオ、ボンジョルノ、トゥッティ。本日は水耕栽培で育てたバジルで、これバジルすごい脇芽からどん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 芽が出てきて、ちょっと今使い道に困っていたので、何かいいレシピはないかなと、探していたところ、私が心の師匠だと思っているシェフロピアさんがジェノベゼのソースをこの前作っていた動画をアップされていたので、お家にある材料で、サクッとジェノベーゼソースを作って、でそのソースを使って何かパスタを作っていこうかなと思っております。材料はバジル、松の実ちょっと高くて買えなかったので家にあったくるみ、あとニンニク、パルミジャーノ、オリーブオイル、お塩、これでジェノベーゼソースを作っていきたいと思います。ジェノベーゼソースできましたので、これをパスタにしていきたいと思います。で今回はペンネリがあって、ペンネとショートパスタですね、ペンネとじゃがいも、今回メイクイン使うんですけれども、これを使って素朴な感じのパスタを作っていこうかなと思います。
大好きなシェフロピアさんの動画を見ながら作ったジェノベーゼはとても簡単で香りの良いジェノベーゼのソースになっています。そのジェノベーゼを使ってペンネとジャガイモをただ塩茹でしたものにジェノベーゼソースと今回チーズはグラナパダーノを使ったんですが、本当に素朴な感じのとても美味しい優しいパスタができました。とても簡単なのでぜひ皆さんも作ってみてください。また美味しそうだなと思っていただけたらチャンネル登録よろしくお願いします。それではチャオチビリアモー。